では今日は練習終わりの牛尾春人選手にお越しいただきました。春人選手お疲れ様でした。ありがとうございます。今日の自分のプレーはどうでしたか？まあ今日練習でチャレンジしたことはありますか？ボールを持ったり広い場所に移動することです。いいですね。コーチからどんなアドバイスをもらいましたか？自分で仲間にパスしないで自分で行くことです。いいですね。意識して頑張ってみてください。ちなみに春人選手、将来の夢を教えてください。サッカー選手です。どんなサッカー選手になりたいですか？ルナウドみたいなサッカー選手になりたいです。いいですね。じゃあ頑張っていきましょう、これからも。はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。